貿易収支は原油と天然ガスの輸入価格が前の年に比べて下落したため黒字幅を5兆円以上拡大しました。また訪日外国人観光客の増加に伴い旅行収支も過去最高の黒字額となりました。この結果、経常収支は20兆1990億円の黒字と、リーマンショック前の2007年以来、9年ぶりに20兆円台の黒字となりました。